シャルロットは長野県佐久市の末都市牧場で繋ぎをされていたサラブレッド。2014年に新山が持っていたサラブレッド長寿記録を2016年にマリー・ジョイが持っていたケイシュバの長寿記録を更新した。影の大馬。父、アローエクスプレス。母、サーロング。競争名アローハマキヨ。1979年に 北海道静内町の岡田武氏によって生産された。競争馬としては、下級で、馬術競技場としての実績も報道されていない。アローハマキ業として、ヤビスに登録されているデータによると、1981年から1985年にかけて、大井競馬場などで走り、全61戦2勝だった。競争馬引退後は乗馬クラブを2、3度転籍。 その度に乗馬名が変わり、関東の乗馬クラブにて、ローリーロックと名乗っていた2003年に以前から気にかけていたオーナーが引き取り、以後、シャルロットと名を改め末えと牧場で飼育される。2014年8月26日に、新山の長寿記録を更新し、それまで全くの無名だった本、馬が知られるようになった。 2014年の報道段階では健康そのもので、まだ人を乗せることもあったという。2016年10月14日に、アングロアラブのマリージョイが保有していた、ケイシュバの長寿記録も更新した。2019年1月1日には、バルエ40歳という記録的な年齢に達した。2019年8月3日、老衰による、起立不能のため動牧場で死亡。 40歳2ヶ月20日であった。ありがとうございます。